ギオーム・ビロショーンによる肖像画1724年1725年サー・ロバート・サットーンはイギリスの外交官、政治家在オーストリア・イングランド施設在オスマン帝国イギリス大使在フランスイギリス大使を歴任した後庶民院議員を務めたが会社増資に際して虚偽申告を行ったため1732年に庶民院を追放されている ロバート・サットンと妻キャサリン、ウィリアム・シャーボーンの娘の息子として1671年か1672年に生まれた。1688年5月25日にオックスフォード大学トリニティ・カレッジに入学。1691年にミドルテンプルに入学した。同1691年、父の死去に伴いその遺産を継承した。 1692年3月1日、トリニティカレッジで BA の学位を習得した。聖職者として1694年に在オーストリアイングランド特命全権講師でいとこにあたる第二代歴史ントン男爵ロバート・サットンの礼拝堂、所属牧師を務めた。1697年11月に大使館秘書館に任命され、12月19日に、 レキシントン男爵がウィーンから出発すると、レジデントとして1700年まで勤めた。レキシントン男爵の講演により1700年12月にザイオスマン帝国イギリス大使に任命され、1701年6月18日に騎士爵に乗された後、1702年1月にアドリアノープルに到着した。オックスフォード英国人名事典によると、サットンは、 オスマン帝国の政策への判断が的確であり、コンスタンティノープルで使用される言語である、イタリア語とラテン語も話せたという。また、ザイオスマン帝国イギリス大使は、貿易会社のレバント会社からも賃金を受け取っていたため、サットンは富を蓄えた。1716年春に、エドワード・オートリー・モンタギューが、ザイオスマン帝国大使に任命された後、 ウォートリー・モンタギューが1717 17年3月にコンスタンティノープルに到着すると、サットンはイングランドへの帰途につき、1717 17年9月28日にウィンに到着したが、エイブラハムスタンヤンと共に、オード戦争の講和交渉における仲介役に任命され、1718年5月15日から9月4日までパッサロビッツに滞在した。その後、再び、 ウィーン経由でイングランドに向かった。1720年4月に在フランスイギリス大使に任命され、4月4日に新任状を受けたが、父としてパリに向かおうとせず、南部担当国務大臣、ジェームズ・クラッグスが解任をちらつかせたことでようやく動き出し、6月17日にパリに到着した。以降1年半近く在任して、 1721年11月27日にパリを離れたが、本国政府はサットンを信用しておらず、その在任中に第2代カートレット男爵ジョンカートレットを在フランス大使に任命した。しかし、その矢先にクラックスと北部担当国務大臣の初代スタンホープ伯爵、ジェームズ・スタンホープが死去したため、結局カートレット男爵が認知に向かうことはなかった。 その後、サールーク・シャウブが代わって在フランス大使に任命され、1721年3月にパリに到着、11月にサットンがパリを離れるまで共同で大使を務めた。1722年イギリス総選挙でノッティンガムシャー選挙区から出馬した。ノッティンガムシャーの現職議員は2名ともにトーリー党所属だったが、サットンと第二代ハウ施策エマニュエル・ハウは、 ホイック党の代表として出馬、それぞれ1349票と1339票を得て、現職議員2名を下した。選挙戦に費やした支出は大きく、1727年、イギリス総選挙では、両党が妥協することになり、トーリー党は、サットンとハウを無投票で当選させ、その見返りとして、ノッティンガム選挙区とイーストレットフォード選挙区で、 それぞれ一議席を指名した。初当選直後の1722年5月9日に、数密顧問官に任命され、1725年5月27日に、バスクン賞を授与された。また、1723年に、第3代、ラトランド公爵ジョン・マナーズが、第2代歴新トン男爵ロバート・サットンの娘と結婚したため、マナーズ家は、ノッティンガムシャーで、 サットン家を支持した。1728年に政府の許可を得て、チャリタブルコーポレーションの資本金を10万ポンドから30万ポンドに増し、1730年にさらに許可を得て60万ポンドに増しした。2回ともに新株に応募して多額の利益を上げ、1731年に庶民員で会社による不公正な取引方法や認可上違反を擁護したが、 1732年に会社の大規模な不正と損失が露見したため、一転して多額の損失を出した。同年に庶民院で調査委員会が立ち上げられると、調査委員会は4月に報告書を発表、会社役員の一部が株価を上げることしか頭になかったため会社の財産を不当に流用したと批判した。報告書によると、サットン自身は、 不当流用はしなかったが、1728年に増資を申請した時に虚偽申告を行った。これにより、野党派保育党の議員サミュエル・サンズは5月3日の弁論でサットンを攻撃、サットンは翌日の返答で自身が会社の不正について全く知らなかったと主張した。その後、サンズは 役員の一人の自供に基づく報告書を入手したため、サットンへの攻撃を再開したが、サットンが職務怠慢という一点のみで有罪とすることが賛成148票、反対89票で可決されたため、野党議員約50名が激怒して離席したという。ただし、結果的には、サットンの庶民員追放は可決された。 1734年イギリス総選挙でグレートグリムズビー選挙区から出馬して無投票で当選した。グレートグリムズビーは選挙区として長らく腐敗しており、1714年に南海外車理事を罷免されたアーサー・ムーは南海放末事件により1721年に庶民院を追放された初代順弾シャクサーロバート・チャップリンなど多くの 悪徳商人が当選してきており、サットンもその例に漏れなかった。ただし、1734年以降は、政治や実業に関与せず、1741年、イギリス総選挙にも出馬せず、議員を退任した。議員を退任した後、大法官の初代ハードウィック男爵フィリップ・ヨークは1742年のチャリタブル・コーポレーション対サットンにおける判決で、 庶民院の決定を指示した。1746年8月13日に死去した。1724年12月10日、裕福な相続人、ジュディス・スペンサー、ベンジャミン・ティッチ・ボーンの娘、第3代、サンダーランド伯爵チャールズ・スペンサーの未亡人と結婚した。子女のうち、父に先立たなかったのは二男だけだった。ありがとうございます。